続きまして反応性低血糖、食後 2,3 時間で起こります。反応性低血糖の症状は疲れやすさ、眠気、不安、動悸、やる気が起きない、めまい、吐き気、頭痛、イライラする、集中力低下、目がチカチカするなど。この病気は糖質の摂りすぎ、血糖値を下げる働きを持つインスリンの効きが悪い体質から起こります。3時間糖負荷試験で診断を確定します。境界型高血糖、今後糖尿病を発症する可能性を有する高血糖状態で起こりやすく、痩せ身の女性でも食生活の偏りから発症することがあります。適切な食生活で症状が改善するため栄養指導が有効です。私自身の体感なんですけれども、何かセミナーがあったりお昼ご飯が出される時ってありますよね。以前はカロリー制限という意味でおかずは全部食べて、ご飯半分残してちょっとごめんなさいって思いながらお昼いただいたりしていることもあったんですけれど、やはり1時間から2時間ぐらいすると腸というか体の中がこうチリチリするような、あまりこうすっきりしたいい感覚ではなく重だるいような感じがよくありました。この反応性低血糖までいかないにしても、お昼ご飯を食べてしばらくするとなんだかだるく眠くなってくる感覚はおそらくたくさんの方がお持ちだと思います。その後やはり感じるのは、こちらも自分の体感なんですけれど、ほとんど食事をしていない時よりもお昼ご飯などを食べた場合の方が2時間後ぐらいにですね、やはり小腹が減ってきて、少しチョコレートやクッキーが食べたいなとか、甘いものではなくてもおせんべい食べたいなって思ったりするんですね。以前は本当に疑問でした。なぜこんなにお腹いっぱい食べてるのに 2,3 時間もしないうちにお菓子が食べたくなったり小腹が減ったりするんだろうと思ったんですけれど、今になって思えばこの血糖値の上昇から血糖値が下がってきた、そういったタイミングで少しおやつが食べたいな、胃にまだ食事が入っている、そういったこと関係なくそういう感覚に陥るんだろうなっていうのを感じます。10年ほど前、まだドラッグストアのお店、店頭で働いていた時、その時は忙しいからという理由で、あまりお昼ご飯を食べることがなかったんですね。自分の休憩時間が来たその1時間は、やっとパソコンが使えると思って、その時にはちょっとお菓子をつまみながら、パソコンで日々の売上報告をしたり、まとめたりしたり、だいたい仕事をする時間に当てていました。その後内勤になって、お店と違って、皆さんが一斉に同じ時間に休憩に入ると、ごとご飯に行くよと言って誘われて一緒に食堂に行ってご飯食べたりすることもあったんですけれど、大体お蕎麦だったりご飯少なめにと言いながら定食だったりして、まあ、そのお昼ご飯は食べるんですが、どうもその後の体調が重だるくて、あんまりその体調が好きじゃないということで、食堂にみんなで一斉に行くことを私はやめて、その後はスープジャーにはまって毎日お粥を作って会社に持って行ってお昼ご飯に軽く食べたり、で最終的にはそれもなくなっていった。お昼にお昼ご飯を食べるのは当たり前というものがあるのかもしれないんですけど、私にとってはあまりそのお昼にしっかりご飯を食べるということが体が楽ではなかったんですね。しっかりご飯食べても 2,3 時間後におやつ食べてるし、ほとんど食べてなくってもやはりちょっと小腹が減ってお菓子をつまんだりすることもある。しかしお昼ご飯を食べない方が眠気もだるさも何もないので、仕事のパフォーマンスが全く下がらない、その方が楽だなと気づいて、結果的にお昼に食事をするということはやめてしまいました。もちろんお腹が空くときはあります。そういったときはゆで卵を食べたり、ナッツ類を少し食べたり、お味噌汁やスープ、あったかいものを飲んだり、糖質が少ないものを少し体に入れるだけでかなり満足感が続きますし、途中でまたお腹が減ったりとか、しんどさ、眠気、だるさ、そういったことは全くありません。